私たちのアルバム、ラストアルバムがいよいよ来週4月27日に7日に発売になります。やばいの映ってなかった、みんなあゆみの配信から来た人ごめんよ、ここが映ってた、申し訳バイビーこの配信中に CD のご購入ができますので皆さんよろしくお願いします。配信中に CD を購入していただくと、こちらのポストカードを CD 購入1枚につき、CD 購入枚数につき1枚プレゼントします。どれだ、こちらのポストカード、これかな、ポストカードってこれですか、これかな、多分これかな、これか、こっち、どっちかがついてきます多分こっち、私はタイプ C にいますね。ポストカードは4種類、ジャケットごとのメンバーの絵柄になっていてランダムで配布されます。だって山本は1、2、3個目、あれ山本おらん、あれ山本おらん、これえ、あ、おったおったおったいました、私は多分タイプ C にいます。よろしくお願いします、皆さんぜひ。おったおった、ごめんごめん、お騒がせしたおりました、はい。そしてさらに抽選でメンバーのサイン入りのチェキもプレゼントしちゃいます。特典付きの CD 販売は明日までなので、ぜひこの機会に買ってください。明日までだって、よろしくお願いします。あの、私がさっきツイッターに載せてた一部なんですけど、さっきツイッターに載せてたやつですね、チェキがついてきます、よろしくお願いします。そして5月29日には私たちラストアイドルのラストコンサートが行われます。会場は東京ガンデンシアター、昼の部夜の部の2公演あります。昼の部のタイトルはラストダンス、数ある楽曲の中からダンサブルでクールな楽曲を中心にお届けします。夜の部はタイトルはラストスマイル、ヒヒー数ある楽曲の中からダンサブルでクールな楽曲を中心にお届けします。ん？違う王道アイドルソングや元気で楽しい楽曲を中心に構成した内容になっています。夜の部は、夜の部はダンスですね、ごめんなさい、訂正します。私たちラストアイドルの最後の活動の集大成です。絶対来てください、よろしくお願いします。4月25日までモバイル会員の方の先行受付中なので、今何先行受付中なので、モバイル会員の方のぜひお待ちしています、よろしくお願いします。ここからはフリートーク、フリートークだって苦手なんかショールーム久しぶりなんですよね。こんにちは、あ、昼がダンスで夜がスマイルです、はい、昼がダンサブルで夜がキュートなスマイルなライブになっていますので、よろしくお願いします。はい、そんな感じですね。これ購入はどうやって見るんだ、あ、いっぱい買ってくれてる、ありがとうございます。ちょっと CD 購入読みますね。これなんかさ、書きたかったんだけどないな、見て今絶賛めちゃくちゃ肌荒れてて、見てこれ、この新芽、これアイミ、これアイリみたいな新芽になってる、やだ、ここにもあるし、鼻も赤いの4つ、皆さん名前つけてください、いなくなるまで、この子たちが新芽、ニキビパッチ貼ってんの、ちょっと今度普通にこういう配信じゃないときに、普通にショールームするときに名前決めようね、みんなで。そう、ジョニー・デップとかさ、いろいろ歴代の先輩方がいるので決めようね、みんなで。今日はちょっとそんな時間なさそうだから、今日はちょっと割愛させていただきます。ちょっと
CD 買ってくださった方を読もうかな。これあのお礼します。あのまた今度配信するときに、だからあのスクショしとくね、記録しときますね。半世紀少年さん、ラスアイ版1枚ありがとうございます。半世紀少年さん、ごりょうさん、タイプ C1 個ありがとうだよね。牛すき、ラスアイ版1個ありがとう。あいこさん、ラスアイ版1個ありがとう。猫神さん、ラスアイ版1個ありがとうございます。ドリーさん、タイプ C1 個ありがとう。マコピゴニャンさん、ラスアイ版1個ありがとう。アオバ、おお懐かしい、久しぶりだ。アオバタイプ C1 個ありがとう。アオタロウさん、タイプ C1 個ありがとう。アズマさん、タイプ C1 個ありがとう。ヤスス、ラスアイ版1個ありがとうございます。ちょっとまた普通に配信した時にお礼したいと思います。ありがとうございます皆さん。フリートークどうしようね。 MV 見てくれましたか皆さん、最後の MV。 あ、キリアリッキー、キリアリッキータイプ C1 個ありがとう。ネイビームさんもタイプ C1 個ありがとうございます。 Thank you。MV 見て泣いちゃった。あいりもね、なんかちょうど桜が咲いてる季節に、もう今散っちゃったけど、桜が咲いてる時期にまださ、あの世に出てなかったから、楽曲が、あの普通にデータ、何その LINE で送られてきたデータから、僕たちは空を見るを聞きながら、桜を見ながら通学通勤してたんですけど、もう泣いちゃうよね、わかる泣いちゃうよね。みんな綺麗になったなと思いながら見てましたね。ちょっともう一つ告知してもいいですかラストアイドル渋谷ツタヤコラボカフェ、ラストアイドルラストカフェあと渋谷ツタヤ開催決定、コラボカフェトークイベント開催決定のお知らせというものがありまして、コラボカフェが2022年の5月13日の金曜日から5月23日の月曜日まで渋谷のツタヤさんで開催されるんですけど、あのコラボカフェご入場の際は事前予約が必要なんですね。あの受付方法は改めてラストアイドル公式サイト渋谷ツタヤインフォメーションにてご案内いたしますって書いてあります。コラボカフェの入場にはチケット代金が発生します。あとトークイベントもあるんですよ。私は5月13日の第1部18時半から19時半まで、ななみん、るかち、ももらん、わからちゃん、山本愛理、橋本桃子、篠原のぞみのメンバーで第1部5月13日の金曜日に出演させていただくのと、最終日の10部の5月23日月曜日の19時半から20時半まで、あいみ、はる、ひめり、あいりでまだ未定でトークイベント締めさせていただくので、ぜひよろしくお願いします。お待ちしています。楽しみだね、トークイベント。だってもうさ、5月23日なんてもう本当に最後の最後のイベントだね。楽しみにしております。皆さんぜひお待ちしておりますね。イベント内容はメンバーのトークショーやお客様参加型のゲームを予定しています。だって楽しみだね。ぜひお待ちしております。よろしくお願いしますってな感じかな。そうね、まだ見てわちゃわちゃになりそうですね。
そう、最後はミテちゃんなので、みんな大好きミテちゃんなのでお待ちしてます。おーい、なんかこれがある。あ、そうだ、なんか似顔絵を描くらしいんですけど、残り10分ぐらいになったら。48分7分ぐらいになったら似顔絵を描き始めようかな。それまであと6分ぐらいフリートークをしたいと思います。皆さん元気でしょうか。私はとても楽しい毎日を過ごしております。今日からもうずっと東京生活。久しぶりにメンバーに会った。愛理ちゃん元気ですよ、とってもとっても元気です。肌荒れだけ。なんかめっちゃカクカクしてるけどさ、平気？見えてる？髪の毛をね、伸ばしたいんですよ、とっても今髪の毛を頑張って伸ばしてる。ちょっと CD 購入の方は読みますね。どこまで読んだかな、アイリー。キリアリッキーまで読んだから、あやさん、ラスアイ版1個ありがとうございます。ひよこさん、タイプ C1 個ありがとうございます。かなちゃん、ラスアイ版1個ありがとうございます。タナピー、タイプ C1 個ありがとう。ひよこさん、タイプ A1 個ありがとう。スーパーカズボーヤさん、ラスアイ版1個ありがとう。ひよこさん、タイプ B1 個ありがとうございます。ひろさんさん、タイプ C1 個ありがとう。小木さん、タイプ C1 個ありがとう。あじっこさん、あじっこさん、タイプラスアイ版1個ありがとうございます。あいかりんちゃん、ラスアイ版1個ありがとう。チョコちゃん、タイプ C1 個ありがとう。完熟バンパイアさん、ラスアイ版1個ありがとうございます。達郎さん、タイプ C1 個ありがとう。チョメキンさん、ラスアイ版1個ありがとうございます。ゆまちゃん、ラスアイ版1個ありがとう。皆さんありがとうございます。嬉しい。ちょっと待って、アルバム、そう、アルバムがあるんですよ、現物が。見てに、みんな、よいしょ、見て見て、アイリーも今日初めて見た、これ。見て、アイリーがおる、見て、アイリーがおる。そう、袖切れてんの。よかったです、これ。これね、ちゃんとね、ボタンつけたらね、ちゃんとした服になるの。わざと切らしてんだ。見て、めっちゃ分厚い。すごい、タイプ A、タイプ B、タイプ C。これがラスアイ版かな？ん？ラスアイ版。そう、センターなんです、ありがたいことに。センターに配置していただいています、ありがたいことに。なんか真っ白でいいよね。アルバムはこんな感じになっております。めっちゃ分厚い、見て、すっごい分厚い。ぜひ皆さんゲットしてください。嬉しいね。アルバムずっと出したい出したいって言ってたんですよ。ラサイ、いい曲がいっぱいあるから、そう、嬉しいです。ぜひ。そう、ボリューミー、特典もね、めっちゃいいよね。ヒストリーとか4周年とか MV 総集編みたいな、ぜひゲットしてくださったら嬉しいです。てな感じ。あとはなんかここにポスターあるけど、これ見せていいやつなのかな。なんかポスターとかある、感じですね。見せるものはこの、これもぜひゲットしてください。タイプ A、タイプ B、タイプ C、 ラスアイ版です。すごい、これ家に持って帰りたいな、これ。このまんま家に持って帰りたい。大荷物になっちゃう。
今日は4月24日なので3日後ですね。あと3日後にアルバム発売ですよ。早い、なんかまだまだやんって思ってたけど全然もうすぐだね。ラストアイドルのさ、公式のツイッターのカウントダウンに載せる写真を選ぶために毎日写真カメラロールを見返してるんだけど、あーこんな時もあったな、みんな若いなって思いながら見てる。なんかさ、愛を知るとかさ、めっちゃ最近のことのように思うけどさ、全然顔がね今と違うんだよね。全然ね若いんだよ顔が。とても思い出に毎日浸っております。ありがとうございます。もう3日よ。あとちょっと読みますね。新様さん、タイプ C1 個ありがとうございます。加藤さん、タイプ C1 個ありがとうございます。智則さん、タイプ C1 個ありがとうございます。高富さん、ラスアイ版1個ありがとうございます。深見くん、タイプ C1 個ありがとうございます。かきぴーさん、ラスアイ版1個ありがとうございます。じゃあちょっと47分になったので見て似顔絵を描いていきたいと思います。今こんな感じらしい。うわすごいすごい。あゆみのこと描いたの誰、ね、あゆみのこと描いたの誰、すごい、めっちゃめっちゃ見てこのあゆみめっちゃ上手。見えとる、見てこのあゆみめっちゃ上手くない。あゆみ描いた人誰で、あゆみめっちゃ可愛く描いてくれてる。あゆみありがとう。あゆみ好き、すごい。これ誰が誰を描いたか全然わからん。これ誰、この人好き、これ誰、待って待って、あ、配置があるじゃん。なるほどね、ちょっと描いていこう、やっていこう。なんかさ、みんなシャーペンで下書きとかしてさやってるって聞いたけど、アイリそんなのめんどくさいので一発で書きたいんだけどさ、やめた方がいいかな、どう思う、どう思う。私はちなみに安田愛理ちゃんを書き書きします。安田愛理ちゃんは書きやすそう。もうね、顔こうやって書いて目をバキバキにしたら完成しちゃうよね。へー、書いていきます。どこ、あ、ここだ、ん、この辺り、なるほど。では書いていきたいと思います。これさ、みんなさ見せた方がいいの、これ見える、見えないよね、え、どうやって書いたらいいの、あれこういうの苦手こういうの苦手、え、一発でいけないわ、やっぱひよってるやついるってマイキー出てきちゃう。え、ねえねえねえ、これどうしたらいいの、一発で書いてほしい、それとも下書きしていい、ちゃんと顔にとらわれると足が短くなる、あ、分かった分かった、ある程度書き終わったら見せればいいの、分かった。やばい、あと10分しかない、やばいよ、かわいい、ちょっと待って、待って、むず、失礼のないように書きたいと思います。むず、綺麗なお顔見て、こんな感じ、お顔だけ描いた、見えてる、
した。やばい、あと9分しかない。間に合わねえ、間に合わねえ。巻いてこう。急げ急げ、間に合わない、いいぞ。しょうがない、これは訂正聞かないからいい、しょうがない。なんか腕こうしてるから難しい、普通のポーズしてほしい。難しいよ。すごい、消しゴムとか久しぶりに使った。これめっちゃ消しやすい消しゴム、これ皆さんおすすめです。こちらモナミ、初めて聞きました。なんかもうちょっと、もうちょっと腰の位置がお高いです。お、いいんじゃない、いい感じ。意外といけそう。とりあえず目をどでかく描いとけばいける。では清書していきたいと思います。間に合う間に合う、余裕余裕。下書き清書していきます。やっぱ安田しゃくれ愛理ちゃんになっちゃってる。しょうがないか、いいよね、しょうがないしょうがない。でも愛理ちゃんの髪の毛はこれは茶色なのか、茶色で描こうか。ちょっとでもこれちょっと茶色すぎる。え、これ誰、これいいな、これなんかクレヨンみたいなのでさ塗ってるのいいな。では清書していきたいと思います。ちょっとみんな静かにしてて、集中するから。間違えた、髪の毛茶色で描くって言ったのに黒で描いちゃった。まあいいや。繊細なタッチで描かせていただきます。あ、こういうのやっちゃうタイプ。難しい、助けて。安田愛理ちゃんの眉毛がめっちゃ好きなんですよね、私。綺麗に描こう。もう目をめちゃくちゃ、
いいじゃないの、思ったよりいい感じにできてる。ちゃんと捨てます。左腕が魔人ブーみたいになっちゃった。安田愛理ちゃんです。安田愛理ちゃんよろしくお願いします。配信を配信を見ていただきましてありがとうございました。山本愛理でした。皆さんありがとうございました。ちょっと待って、購入ログ読んでないわ。リゾートダイバーさん、マヨビームさん、マミさん、ユッチー、カノン、あいみさん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。それでは終わりたいと思います。バイバーイ。